ちょっと無理。今回は三国志14パワーアップ2日実況していきますぞ。前回は激戦を繰り広げつつ武量を攻略したところまで、もう少し勢いよく攻略する予定だったけど思いのほかボリュームがあって分割せざるを得なくなった。あのまま進めていたら20分超えの対策になっていましたからな。さすがにそれはってことで分割となってしまったわけで、かなり順調に戦えてますな。武闘派が勢揃いしてるからな。ここにこのまま縁組は重要方面を荒らしに行くか。多少叩いておきたいところではありますからな。天水も防備は固めたから一安心かな。慶州方面も早い段階で慰安を攻略せねばですぞ。わかっているから今出陣させる。琴羅将3人に情報とは豪華ですな。ああ、甲冑の代わりに義援混ぜるやつな。どこかの作品では義援を大体にできたはずですぞ。まあ、それだけの強さはあるからな。ここに UFO がやらなければどうなっていたのやら。そこは歴史の F だよな。これで重量の兵はかなり減ったな。ここに来て名品を見つけまくりですぞ。もういらないんだけどな。罠地獄を強行突破して投石台とかを壊しておくか。早急が獄死した。どんどんお亡くなりになりますな。というわけで獄死に進めていた孔子から賢明への攻撃はうまくいきそうですな。やっぱ孔子からの賢明攻撃は鉄板だよな。さらに関親子がいるので工場兵器不要と思われますぞ。少し県内の兵が多いのが心配だけど、応援担当の女性武将の到着を待ちたいところですな。勧銀兵に効果がないのが残念だけど、孔子はまだ準備に時間がかかりそうなので、常用方面のお掃除ですな。攻略時少しでも楽に進むためにしておかないと。船占領して常用の交戦能力を落としておく。これは出ちゃったか。当然使えませんぞ。解雇したら優柔軍に流れるのかな。間違いなく流れるでしょうな。厄介なのを放流しなきゃない悲しさ。優秀ですな。政治97はなかなかだよな。優秀なのがいても益州の地では厳しかったのですぞ。ちょっと来そうな気配がしたけどしないんだな。と、巧妙が赤個性なのが少しあれですな。手柄に焦ってるということでマイナスなんだろうな。と話していたらドアン投用成功ですぞ。出番があるか微妙だけど、広報では仕事してくれるはず。燃やされて南後の投稿は何ともですからな。ネタで兵を焼け死なせるのは何とも言えないからな。で、完全に県内攻略戦の初戦を見忘れた。さらに迎撃されましたぞ。南蛮王が出てきたか。関羽が持ちこたえられるかですな。徴兵が減ったから攻略しやすくなったと思いたいけど、なんとも言えぬ状況ですな。耐え抜いて削り切るしかない。耐久のヘリはいまいちですからな。平安方面で迎撃されていますぞ。これはかなり厄介な。おお。馬長たちを北上させて趙雲を助けに行かせるか。そうしないとかなりヤバそうですぞ。とにかく趙雲は引かせるか。遠方面では加工派が短期かけしてますな。迎撃して3000でも減らしておくか。常用の余力がなくなれば攻略の可能性も上がりますからな。今はとにかく削る時だけどな。腕が鳴る。天水にも攻めてきてますな。勝てる兵数だからありがたいんだけどな。今回も王宗と長久での迎撃ですな。この二人に任せておけば問題ないから。県内攻略は関羽が壊滅の危機に瀕してる。三人連携はかなり大きいですぞ。核翼を捕まえたか。使える可能性はかなり低いですぞ。第二形態、ここから城兵のヘリが加速するはず。観光と関羽の位置を交換したいですな。まだ1万4000近くも兵がいるのか。関羽が下がりましたぞ。関銀兵と共同で撃破を目指してみる。やりましたな。問題は関羽がもう戦えそうにないこと。いるだけで親子パワーが増すのでそこ狙いですな。あとは関銀兵と観光に頑張ってもらうしかない。あと少しですぞ。少し。ここで王補が獄死。獄死させるのはさすがにかわいそうな気もしますな。最終形態、城兵の残りは1000程度。なんとか攻略はしましたが、想定以上の損害を受けてしまった。今回は補給がほぼ無理な状況での戦いですからな。もう少し省エネで攻略していただきたかった。
捕虜は何番王くらいか。何番武将ばかりが登用できるひどい世界になりそうですな。ここに来て何番武将で溢れかえるのは想定外だな。あとは県内の防備を固めつつ、雲南攻略へ向かう予定。やるか。永安では趙雲の救出に成功し、部隊の殲滅も終わりそうなところを。永安の兵がかなり削れましたな。攻略が楽になりそうな予感。承知した。どっちで勝てるならいくらでもしたいですからな。天水方面はかなりの数が漢中から攻めてきてる。かなりありがたいですな。天水での防衛ならそう簡単に破られなさそうだからな。それに友人軍の足並みは揃わないでしょうから。うまくかっこ撃破できるってことだな。戦だな。永安の城兵は1万程度か。甲州から輸送されてこない限りはですね。でも、他に輸送しまくりだからあんまり余裕はないと思う。ここで趙王が仕掛けた。これはどうですかな。勝てなくもないけど。こういう中レベルの差はあってないような気がしますぞ。少し不安はあるな。いいぞ。相手をしてやろう。当然一撃はないか。これはまずい流れですよ。巻き返せなかったか。差が5程度ではこうなるのですな。仕掛けて負けるのはカッコ悪いな。迎撃に影響が出そうですぞ。長級じゃなく長王を出したのがまずかったか。この後の反省1万4000をどうするかですぞ。長級出すしかないかな。まず応用は撃破。次は反省だ。囲んでしまえばこっちのものですな。反省撃破。これで天水方面は当分安泰ですな。計略が相変わらずうるさい。孔明が友人軍に流れましたからな。友人軍が南下してる。これは県内攻撃ですかな。雲南攻略にほとんどの兵を動員したからかな。だからでしょうな。永安攻撃準備は着々と進んでる。負けぬ戦が我が信条。襄陽方面でも徐行が頑張っていますな。てか、迎撃されてるじゃん。竹竜にやられていますな。めちゃくちゃやられてるじゃん。これはかなり危険な雰囲気ですぞ。徐行が壊滅した。貴重な兵が。武勇の兵糧が尽きそうなので永安を攻撃する。王将が暴れてますぞ。出番なかったからな。なかなか使いやすそうで使いづらいですからな。今回隣接効果標準だとどうしてもな。わしの豪腕を舐めるな。正々堂々参ります。草原の一撃。王将の持っているもたか豪傑を他に譲ってほしいですな。さらに眼剣持ちだからな。眼剣要素はどこから来ているのやら。負の占領がまだだから反撃が痛い。とにかく駆け戻るしかありませんな。勝者報徳が取り付いたからすぐに終わると思うけど。ここで邪魔から竹竜に仕掛けましたぞ。え、これは武力では負けていますな。少し不安。かかってきやがれ。さあ、熱くさせてちょうだい。ほぼ互角ですぞ。今のは物言いだ。判定的にはかなり負けてましたぞ。あと少しで撃破だっていうのに。敵を回復させる手間が面倒ですな。やらなきゃ壊滅させてたから余計にな。第二形態、永安攻略が順調だから良しとするか。捕まえた。通りすがりの遂行ですな。あとは叩き落とすだけ。深夜に向けての契約が鬱陶しいですな。最終形態、後方の城の治安が乱れようとも気にしない。何も生み出しませんからな。城兵1万近くを残して永安攻略。これで紀州の玄関へと向かいますな。簡単に入れてもらえると助かるんだけど。捕虜はいかがですかな。
15人だけど期待はできないはず。見慣れた連中ばかりですな。そうそう、孫権、龍盤と流れていった人たちだからな。で、話してる間に終わりましたが、龍中はいけますぞ。南蛮だけどな。というわけで、龍神軍の猛攻を弾き返しつつ、賢明、永安と攻略したところで今回はここまで。次も見てほしいですぞ。